それではキャラクターワード LSTM ランゲージモデルというタイトルのこちらの文献を長岡技術科学大学の西山から発表させていただきます。概要なんですけど、今回は文字単語 LSTM モデルというものを提案します。キャラクターワード、ランゲージモデルですね。まあ、タイトル通りなんですけど、で何が違うかっていうと、パープレキシティっていう、まあ、その言語モデルの複雑さですね。この単語の次にこれが来るっていうものの選択肢が少ないほど、まあ、単純な、モデルだっていうので、それをまあ減らすっていうのが、で減らすだけじゃなくてパラメータ数を減少させることで、まあ、後で言うんですけど、未知語の数を減らしたいと。でさらにその未知語を減らすために、単語の情報だけじゃなくて文字情報を加えるっていうのが新しい、ことになってます。で文字エンベディングを足すことで、まあ、2.7% の性能向上と、パラメータ数がより多いモデルと比較しても高い性能が得られたっていうのがありました。でまあ、そもそも言語モデルなんですけど、まあ、皆さんご存知の通り、まあ、すごいいろんなタスクで使われていて、まあ、音声認識だったり機械学習だったり機械翻訳だったりっていう、まあ、いろんなところで使われてますね。この例えばハローであれば H の次に音素であれば E が来るっていう確率っていうものを求める時に使われますね。で現在は LSTM ベースのランゲージモデルが最高性能になってます。で欠点としてはパラメータ数が非常に多くなってしまっていて、低頻度の精度というか低頻度の、言語モデルを作る際にその学習するパラメータ数が多すぎて学習が足りない、あのデータがそもそも訓練データが足りないっていう場合と、あとはワンホットベクターを使うと自動的にその単語の例えば機械翻訳であれば機械という単語があった時にその何らかのまあ一つのベクトルにするんですけど、その時に、文字の情報が欠落してしまうっていうものがありました。で未知語がもちろん存在するんですけど、例えば、まあ、ここにある、フェリシティっていうこの単語が分かんないんですけど、高頻度語に直すとグレートハピネスということで、まあ、こちらの方はよく聞くと思うんですけど、こっちの単語はあまり出てこないですけど、まあ、いろんなアプリケーションがあるので、まあ、こういう単語が出てくる場合もある。でその場合に、一切計算ができないというのも困りますし、適当な計算されても困るので、そこをどうにか、まあ、いい学習ができないかっていうことで、例えばアビリティだったりコンプレキシティだったり、最後が ITY で終わる場合っていうのが、まあ、人間であればこれが明示だっていうことが分かるんですけど、今まではこれを何らかのもうベクトルに一つに直してしまうので、この文字情報が欠落していて学習ができなかった。でそこで今回は文字と単語情報を連結させるっていうものを使って、まあ、この ITY をどうにかして学習しようっていうのが、内容になってます。で主に、先行研究だと2つのパターンがありまして、1つはもう、単語をもうそのまま文字レベルに置換するものですね。まあ、これはそのままなんですけど、あとはバイ LSTM で文字レベルのエンベディングを作って、それを普通に足し合わせて、でそれを文字の、ベクトルにしようっていうものとか、あとは単語と文字情報を合わせる、まあ、文字の情報と単語の情報をもうくっつけるというか混ぜ合わせるというかのが正しいんですかね。で単語と漢字の情報ですね、これ漢字なんでだいぶ情報量が多いんですけど、まあ、そういうものを混ぜ合わせるっていうのがありました。で今回の提案手法なんですけど、ここまでが従来手法ですね。このまあ単純にワンホットベクターに何らかの重みをかけてあげるっていうのが従来手法でした。なんですけど、これだけだと、まあ、さっき言った通りこの CAT であれば CAT という文字の情報がなくなってしまうっていうのがあったので、提案手法では CAT それぞれでワンホットベクターかける重みっていうものを足し合わせるっていうのがあります。でこれも結構まあよく考えられるのかもしれないんですけど、この単語とまあ何らかの重みをそれぞれ別の重みをかけるっていうのを、まあ、単純に足し合わせるだけですね。でその場合だとこのエンベディングのサイズが変わってしまうと入力ができなくなってしまうので、まあ、ここに何文字加えてあげるかっていうのを制限をつけます。で、まあ、文字数が、まあ、これ3文字なんで収まってるんですけど、4文字だった場合は4文字目を切り捨てて3文字だけエンベディングするとか、前からと後ろからとどっちもとか、そういうものを付け合わせます。でこれを行うと、まあ、接頭辞だったり接尾辞の情報が得られるんじゃないかというモデルになってます。でさらにこの計算式だと単語と、その単語に対応する単語の位置に対応する重みをそれぞれかけているので、まあ、最終的なあのエンベディングサイズがあんまり変わらないんですけど、そこを
ですね、変わらないんですけど、そこを全く同じ重みにすることで、この3つ必要だった部分を1回だけで計算が終わってしまうというので、これでなんとか、これでそのパラメータ数を減らしたいっていうのが今回の2つ目の目的になってます。で、実験なんですけど、実験は英語とオランダ語で行います。なんでそのオランダ語、まあ英語はよくあると思うんですけど、オランダ語なんでかっていうと、こっちは結構リッチな、形態、なんていうんですかね、さっきのなんとか ITY みたいなもので名詞が決まるとか、そういった情報が非常に多く含まれているのがオランダ語で、まあさっきの形態層の情報を何らかの形で得られていれば、オランダ語は結構いい結果が得られるんじゃないかっていうので、オランダ語が入ってます。で、ベースラインはこの W200 っていうのが、まあ単語数200ですね。 W650 は単語数650になってます。で、レースチームの階層が同じで、パラメータ数が多いものがこちらになっていて、パラメータ数が同じものがこちらになってます。あ、で、まあ結果は一応これなんですけど、後で比較するので飛ばします。で、パープレキシティの比較、まあ、複雑さの比較なんですけど、英語で言うと、こう単語数が少ないものですね。単語数が170と200で少ないもので、単語込み数をそれぞれ、5、10、15で、あ、単語じゃないですね、文字、これ違いますね、文字埋め込み数が50、15のものになってますね。エンベディングサイズが50、15 でいずれの提案手法も、これがベースラインなんですけど、このベースラインを上回るものは、まあ、この一つだけですね。この四角なんで、単語のエンベディング、あと文字のエンベディング数が高いものは上回ってしまってるんですけど、エンベディング数が少ないものはもうベースラインよりも低いものになってます。で、この単語の数が少ない場合にはエンベディングサイズが小さいほど効果が大きいというのが得られました。で、今度は文字数を増やしたものですね。単語数を増やしたもの、単語数が475と650の場合には、まあ、ベースラインここまで上がるんですけど、その場合には今度は逆に、こちらの文字エンベディングを加えたものが、全てのパープレキシティが優位になってます。あ、で、パープレキシティっていうのはまだ説明してなかったんですけど、複雑さなので、複雑じゃない方がいいので、この数字が低い方が、いい結果ということになります。で、同様の実験をオランダ語でした場合ですね、単語数が少ない多い場合、いずれも、これですね、こっちが、ベースラインになってるんですけど、ベースラインに比べてどちらも性能が高いというのが分かります。で、またオランダ語のその形態素的な特徴を、まあ、つかめてるんじゃないかっていうのが、この結果から、まあ、なんとなく可能性としてあるという話でした。で、また前後の単語を加えることで密語が低減できているのかどうかっていうのを調査するっていうのが2つ目の目標だったので、密語に対するパープレキシティですね。そもそも、このある密語が来た時にその次の単語が来る確率、もしくは、まあ、何かの単語が来た時にその次に密語が来る確率っていうものの、まあ、選択肢の数っていうのを計算してます。で、それでいうと、ベースラインが 0.53 と 0.54 で、こちらが 0.19 なんですけど、0.53 というのが、まあまあ、ある程度の 0.53 という複雑さがあったときに、それに比べて相当小さいパープレキシティなので、こちらの方が、密語の次に何が来るかというのを学習することができているというのが分かると思います。で、これは、まあ、文字情報ですね、さっき加えた文字情報を利用することで何らかの形態数的な情報が得られているというのが分かると思います。以上でまとめになります。単語と文字情報を組み合わせた LSTM モデルというものを提案しました。で、英語とオランダ語で実験した結果、同パラメータ数の LSTM と比較して高い性能が得られている。また、密語のパープレキシティを改善することができているということが分かりました。今後の展望としては、文字レベルの LSTM と単語レベルの LSTM の組み合わせですね。今は文字レベルと単語レベル、いずれもワンホットで入れてるんですけど、そうじゃなくて、まあ、LSTM に通すとか、あとは狂気情報を利用して、文字情報を取ってくるとか、そういったものを行うというのが今後の展望になってました。以上で発表を終わります。